はいはい、暑い一日でございます。初旬前でございます。本日はね、2021年の7月18日です。私の前半戦の終業式でございます。年でございますけどね、私はね。ね、暑いさなかね、高校生の方一生懸命今も活動されてますけどね。おはようございます。今日10日で JR 横浜線快速停車駅の左岸駅の先感じなものね、撮影中のね、この札をね、出しませんか。本日ね、久しぶりにね、13時5分発の、星ヶ丘を経由するバスに乗車いたします。ですがね、市営地下鉄東山線がございません。あるものはね、バカの軍団でございます。今日休日ダイヤでございますからね、13時5分のバスがあります。まだね、一人も着席してないんでね。私はね、明日から6週間の夏休みです。まあ、そう言ってもですよ、19日と20日がね、8月30日と31日振り返りですかね。子供の頃はね、宿題に追われましたけどね、まあ、40年前でしたよね。もうそれだけ年を食った証拠でございます。もうね、これ特大でした。でもね、顔見せれるということはね、元気な証拠ですからね。その点良かったですね。図書館返却ボックスございますからね。返却の方優先ですから、仕方ありません。一人座りましたので、私も乗車地の方にね、準備いたします。それではね、本日もね、星ヶ丘に向かうバスに乗車いたします。次の夏休みだね、私、下5人で60歳、還暦でございます。今54歳ですからね、今年の夏はね。だけどね、この夏は何事もないようにね、楽しみたいと思いますので。ではね、乗り場に移動いたします。本日もね、近寄りましたので、文句言いますからね。以上でございます。